ってきたんですけど、おー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 、結婚式ってすごい感動するし、いいもんじゃないですか。おめでたいですね。でもそこでちょっと思ったんだけどね、うん、もしもお前が将来結婚して、12、3点ぐらいの嫁と結ばれたら、バカ野郎、なんで俺さんドブスと結婚しなきゃいけないの。もうそこはちょっと受け入れよ。受け入れねえ、しょうがないから。しょうがなくねえよ。ていうか結婚した時にね、やっぱり俺はお前の親友として、やっぱその結婚式でこのお祝いのビデオレターを送らなきゃいけない。来いよお前、親友だったら来いよ。そこはやっぱりね、同情の涙見せたから。素直に流しゃいいから、素直に。いや、とにかくビデオレターの別にの内容をちょっと考えてきたから、うん、あ、もう考えちゃった。そうそう、ちょっと本番のつもりで聞いてもらっていい。あ、もうじゃあ分かる。山木くん、米さん、結婚が…待て、ババア出てきた、ババア。ババア完璧に健全の名前だよ。え、だって実際、もうピチピチだよ。米なので、大丈夫、若いよね。若い山木くん、米さん、結婚おめでとう。本当は二人の晴れ姿をこの目で見届けたかったんですが、今日は残念ながら、どうしても外せない生け花教室とかさまって。休めよ、お前。生け花教室ぐらいの休めよ。まあ、思えば7年前、新郎の山木との出会いは、同じ専門学校に通っていた時でしたね。まあ、出会った当初の山木は本当におしゃべりで、人と話すのが何より苦手でしたね。どっちする、矛盾しちゃってるよ。まあ、あの頃はよく二人でいろんなところに遊びに行きましたね。カラオケにゲーセン、合コンに酸素バー、海水浴にバーベキュー、酸素バーにスポーツ観戦、旅行や酸素バーも。酸素バー行きすぎだろお前。酸素バーなんて一回も行ったことないよ。まあ、本当にあの頃の楽しかった思い出は今でも先おとといの。いや、昨日でよくない？先おとといだと3日前だから、ちょっと前みたいになっちゃうよ。そして新婦の米さん。新婦ね、新婦だと新発売の CD みたいになるから。米さんとの出会いは5年前、あれは確か山木と2人で商店街を歩いているようでした。もしもあの時山木が自動販売機の小銭入れを漁っている米さんに。いや、米何やってんだよ。なんでそんなところ好きになってんだよ。まあ、思えばあの時米さんはまだベージュを迎えて。いや、クソババアじゃねえかよ。ベージュ88で5年前だろ。おめえ93じゃねえか今よ。まあ、しかし、そんな米さんも今では立派なお母さん。産んだの ?93 で。その後、五つ子ちゃんの様子はいかがですか。産みも一気にギネスだぞ、すげえな。まあ、カナダのご両親もきっと喜んでる。カナダ人だったの米。しかもご両親生きてんだ、93なのに。すげえな。まあ、しかし、こんなこと執行猶予中の僕が言うのも。マジで？なんで今のタイミングで言ったの？結婚生活というのは何かと大変なことが多いものです。だからもし何か困ったことがあったら必ず僕に相談してください。優しい。僕は相方として責任を持って米さんをお迎えに。いや、お迎えっていうのも93のババアにの。まあ、何はともあれ二人で幸せな結婚家庭を築いていけるようせいぜい頑張ってください。せいぜい。それならなく幸せに。酸素バーからどっからお送りしてんだお前。酸素バー好きすぎんだ。完璧でしょ。全然できてねえの。できてなかった。なんでだろ。できてねえよ。大丈夫でしょ。なんでどうせお前結婚できない。いや、もういいよ。どうもありがとう。